おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾雅宏です。これから朝のビジネス英語勉強会に向かっているところなんですけれども、皆さんは自分で、学んでいる以外に英語を話す場所があるでしょうか？お仕事はもちろんなんですけれども、同僚とか、友人もしくはネットで知り合った、仲間などで週1回でも月1回でも結構ですので、みんなで集まって学ぶ時間を確保していただければと思います。一人ではなかなか理解できなかったり続かなかったり、する方も忙しくて多いのではないかと思います。それぞれ、自分が一人で学ぶ場所、レッスン、英語コーチなど以外でも、その他にも、楽しく仲間と話せる場所があれば、英語も自然と楽しく長続きすると思います。英語の習得にはどうしても時間が必要ですので、楽しみながらできる工夫をそれぞれ何かしらやって、ずっと続けていっていただければと思います。それでは失礼します。